サーフェスプロ7の、パフォーマンスを上げる方法で、まず第4位、続きまして第3位、羽が大きい方が、続きまして第2位、ででん、第1位は、どうもこんにちは、サーフェスファンチャンネルのタカフです。このチャンネルではサーフェスシリーズの、レビュー動画や、サーフェスに関するニュースとか、役立つ情報をアップしていってます。そして今回、紹介するテーマはベベン、サーフェスプロ7の、パフォーマンスを上げる方法を紹介したいと思います。サーフェスプロ7をですね、僕はメイン PC として、使ってるんですけども、使い続けるとですね、本体が結構熱くなってきてしまってパフォーマンスが下がってくる、というような事象が、起きたりします。それをねちょっと、解決する方法がありますので、それを紹介したいと思います。はい、まずはですね、そのサーフェスプロ7で、そのパフォーマンスがちょっと下がっていく、というようなことを、実例で紹介したいと思います。サーフェスプロ7のですね、これ使っていますと、だんだん本体がですね、熱くなってくるんですね。で、それを、表すのに一番いいのは動画のエンコードですので、動画のエンコードした時に、ちょっとこの CPU のですね、動きを見ていっていければと思います。今は、これ速度、この、まあ、1.78 とか 2GHz とかで、動いてまして、これが、要するに、CPU の、動いてる速度なんですけど、これがですね、本体が熱くなってしまうと、どんどん下がっていってしまうんですね。では、まず僕は YouTube でちょっとブリューっていうアプリを使わせていただいてるんですけども、これで、エクスポート、まあ、エンコードですね、それをやっていきたいと思います。はい、今、動画のエクスポートをですね、始めまして、これで動画のエンコードが、動くんですけども、ご覧の通りこのふうに、CPU がですねめちゃくちゃ動いてまして、今 3GHz とかで動いてます。でもだん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 結構ちょっともう下がってきてますね。本体が熱くなってき、ますと一番最初は、調子いいんですけど、これがですねこの速度がだんだんターボブーストがかかって 3GHz だったのが遅くなって、このように 1GHz 未満に、なる。はい、このようにですね、だいたい 1GHz 以下とかに下がってきてしまうんですね。最初こう 3GHz あった、波もどん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 下がっていって、クロック周波数が下がっていきます。こうなってしまうと、そもそもの CPU のパワーを引き出せてない、いう状態になっていまして、もっさりしてしまうんですね。全体的に遅くなってしまいます。この状態だと結構他のウェブブラウジングとかしてていっても、すごく遅いような状態になってしまいます。で、動画のエンコードの時間も、どん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  かかってくるようになってしまいますね。一番最初ここ残り時間10分って書いてあったんですけど、このクロック周波数が回ってないので今19分とかになって増えちゃったりとかしてます。まあ、20分になったりとかしますよね。結局 CPU の性能だ引き出せてないっていうことなんですよね。はい、今見ていただいたように、Surface Pro 7のですねちょっと負荷を PC 負荷をかけすぎてしまうと、CPU の温度が上がってしまって、で、パフォーマンスの方がちょっと悪くなってくる、クロック周波数が、下がってきてしまって、すごい PC としては遅くなってしまうんですね。じゃあそれを解決する方法は何かっていうのを、今から紹介したいと思います。その解決方法とは、デデン、サーフェスプロを冷やすことです。サーフェスプロ7をですね、結局は、冷やすことが、一番パフォーマンスを上げるんですね。 PC を知っている人であれば結構常識っちゃ常識ではあるんですけども、まあ、それを知らない人のためにもですね、ちょっとみんなにも知ってもらいたいと、知らない人に知ってもらいたいっていうので、ちょっと紹介したいと思います。では、その冷やすのに、何がいいのかっていうのところを、紹介したいと思います。はい、サーフェスプロ7をですね、冷やしてくれるアイテムとして、僕何個かですね、アイテムを買いまして、どれが良かったのかっていうので、紹介していきます。4つありまして、 USB 扇風機、そして普通の扇風機で、小型扇風機、そ
そして、ノート PC クーラーですね。この4つを僕試したところ、一番良かったのはこれだなっていうのがありますので、それをちょっと、ランキング形式で紹介していきたいと思います。ではまず第4位、4位はこちら USB 扇風機ですね。まあ、なんかデスクにおける、風を送って、冷やせるものってパッと考えると、まあやっぱこの USB 扇風機なんですよね。でもこれ僕の4位にしたのは、結局うるさかったんですね。 USB 扇風機ってやっぱファンがちっちゃいので、すごいうるさいです。今ちょっと電源つけてみますと、まあ、こういう感じで結構風は出るんですけど、まあ冷やしはするんですけど、ちょっとうるさかったですね。で、ほこりも舞いそうな感じです。続きまして第3位、ででん、こちらヤマゼンの、普通の扇風機です。で、これですね、この扇風機 DC モーターとなってまして、DC モーターとなっていて、めちゃくちゃ静音なんですね。で、結局扇風機って、DC モーターが一番静かなんで、これはね結構良かったんですよ。静かさと言ったらこれが一番、静かでした。で、こういう風に、PC にこうやって当てながらやってると結構、静かです。で、羽もこれ大きいので、やっぱその分、静かなんでしょうね。羽が大きい方が風音は、ちっちゃくなりますんで。だけど、3位になった理由としましては、ちょっとやっぱでかいっすよね邪魔ですよね。で、これ夏だったらいいんですけど、冬だったら、まあ、邪魔というか季節感がないので、ちょっと僕は、3位かなというところでした。続きまして第2位、ででん、こちら DC モーターの小型扇風機。これはね、トップランドさん、株式会社トップランドさんというところの、小型扇風機なんですけど、これ結構良かったです。小型でありつつ DC モーターなんで、さっきの扇風機のデメリットをこう払拭してるんですよね。で、かなり静かだったんで、これはとっても良かったです。なんですけど、それをさらに上回るものが、やっぱりありました。第1位はででーん、ノート PC クーラー。で、結局それかいって、結局それかいっていう、形なんですけど、ノート PC クーラーって何かと言いますと、ノート PC を冷やすためのアイテムです。はい、これを一番最初に、買っておけばよかったんじゃないのっていう風なツッコミはまあ置いときまして、結局ノート PC を冷やすのには一番これが最適でしたね。これだとデスクに置いといても、場所を取らない、でいい感じに冷やしてくれるというようになってます。設置すると、こういう感じになるんですけども、実はですね、この位置が Windows Hello 顔認証もちゃんと効くんですね。で、僕はこれ顔認証の角度をつけられないかなと思ってたんですけど、こういう風に角度結構つけられるので、これで Windows Hello の顔認証も、認識して Windows ロック解除できます。で、音の方なんですけど、これ今電源オンしてみます。はい、こういう感じで、これ結構盲点だったんですけど、このノート PC を外すとまあまあな、音がするんですけど、ノート PC ここから、風が、出ていまして、ノート PC を置くとですね、サーフェスプロを置くとですね、割と音が抑えられるんですね。なので僕ノート PC クーラーは小型のファンがいっぱいついていて絶対うるせえだろうと思ってたんですけど、結構それがうるさくなかったということで、割と静音だし、角度もちょうどいいし、小型扇風機とかみたいにこう場所を別途取らない、ノート PC だけのスペースで、ノート PC を冷やしてくれるというアイテムだったので、結局これが一番良かったです。で、これを使った、実演をちょっとしていきたいと思います。はい、では、このノート PC クーラーを使った、実演をちょっとしていきたいと思います。まあ、先ほど見たく、動画をちょっとエクスポートします。で、今エンコード始まりまして、このガンガン回ってますよね。 CPU、3.25、3.29、3GHz をずっと上回る状態で、かなり CPU がガンガン回り始めています。
で、これちょっと、待ってみたいと思います。あ、ノート PC クーラーは今ここで、ちゃんと動いてます。サーフェスプロ冷やしてるんですね。はい、ずっとエンコードを動かしているんですけども、サーフェスプロ全然 CPU これ下がってないです。3ギガとか、まあ2ギガになったりもしますけど、基本的には使用率 100% でずっと CPU 動いてくれてるんですね。これが、この PC を冷やすことによって、パフォーマンスを上げる方法ですね。すごーい。結局こうやって風に、ノート PC サーフェスプロ冷やせばですね、そもそものこのサーフェスプロクワッドコアで、4コアそして8スレッドハイパースレッティングで8スレッドあるので結構パワフルなんですね。ちゃんと冷やせば、このようにパワフルな、PC になりうると。なので僕はサーフェスプロ7を、メイン PC として、使っていると、使えるということですね。全然落ちないですね。ずっとエンコードやってますけど、全然落ちないです。さっき見たく、エンコード時間も19分とか伸びることなく、伸び時間も今8分とかになってますんで、ちゃんとこのエンコード時間が、エンコードがパワフルに動いてるっていうことですよね。全く、落ちずに動いてくれてます。はい、これで今のノート PC クーラーを使って Surface Pro 7のパフォーマンスを上げる方法、まあパフォーマンスを下げない方法っていうのを見ていただきました。まあ、ここでですね、ちょっと勘のいい人だったらおかしくねっていうことが一つあります。それはですね、この Surface Pro 7って Core i5 モデルだと、ファンレスという設計になってまして、ファンがついてないんですね。つまりスマホやタブレットと同じように全くの無音で、PC 作業ができるという超優れもの PC なんですけども、でこういう風にノート PC クーラーつけたら結局ファンレスの意味ないじゃんみたいな、っていうのを指摘されるかと、思うんですけども、まあ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 、僕はまあそれでもいいかなと思っております。というのも、まあデスクトップ PC を使うと、まあパワフルなんですけど、デスクトップ PC 使うとすごい、ファンの音がまあうるさいし、場所取るし、持ち運べないし、なので僕が PC を選ぶ時の選択肢としてはやっぱデスクトップ PC はないんですよね。で、例えば、他の MacBook Pro とかですね、こういうファンがちゃんとついている PC もあるんですけども、そういうファンがついているノート PC ってやっぱりファン の, 大きさがちっちゃいので結構うるさいんですよね、ガンガン回ると。なので、僕はそれあんま好きじゃなくって、で今回このノート PC クーラーを使って意外と静かに作業これできるので、で、クワッドコアの、4コアでハイパースレッティング8スレッドで、ちょっと昔のデスクトップ PC みたいな感じで、パワフルに使えるので、僕はこのスタイルは全然ありなんじゃないかなと思います。もし、よかったらですね、 Surface Pro 7持っている方、で、うちに扇風機ある方はちょっと、騙されたと思って、ちょっと風を当てながら、冷やしながらちょっと作業してみてください。めちゃくちゃパワフルになりますから。はい、今回、Surface Pro 7のパフォーマンスを上げる方法としては、以上になります。 Surface ファンチャンネルでは、こういった Surface に関する役立つ情報なんかを、アップしているので、チャンネル登録すると、そういった役立つ情報が、視聴できると思います。それでは以上になります。バイバーイ。